にちは、授業準備 TV のゆめのんです。9月中旬、秋に運動会を予定している学校ではリレーの練習が始まっているところも多いと思います。リレー練習といえばバトンパス。子どもたちにとってただバトンの受け渡しを繰り返すだけではなかなかコツはつかみづらいものですよね。そんな中、バトンパスの上達に効果的な練習方法をお探しの先生もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで今回は運動会のリレー練習で役立つバトンパスの練習法4選をご紹介します。このチャンネルでは先生に役立つ情報を毎日配信しておりますので、チャンネル登録お願いします。バトンパスの練習法4選、1つ目は紙バトンパス。まずバトンの代わりに A4 の紙を用意します。その紙を手のひらに当てて落とさないように走ります。その状態で手のひらから手のひらへ紙のバトンをパスすることで、走りながらのバトンパスの感覚をつかめるようになります。ポイントはスピードが落ちると紙も落ちてしまうということ。バトンを渡す側だけではなく、受け取る側もスピードに乗ってバトンを受け取らなければならないということに気がつくことができます。バトンパスの練習法4選、2つ目はカーブバトンパス。その名の通り、直線コースではなくカーブを使ってバトンの受け渡しを行います。この練習の目的はバトンを受け取る側が後ろを見る癖を修正することです。カーブを走るのでコースアウトしないように前を向いて走りながらバトンを受け取る必要があります。バトンを受け取る側の子供が減速せずに前を向いてバトンを受け取ることが大切です。バトンパスの練習法4選、3つ目は立ちバトンパス。バトンを渡す側と受け取る側が走らずに止まった状態でバトンの受け渡しを行います。この練習ではバトンを受け取る側は腕の高さや手の形を安定させる練習になり、バトンを渡す側はバトンを渡すタイミングを身につけることができます。受け取る側の腕や手が動かずにちょうど良い高さで安定することで、滑らかなバトンの受け渡しの成功率が高まります。投稿者の先生によると、子どもたちはバトンパスの際にはいと言った後すぐに腕を伸ばしてバトンを渡そうとする傾向があるそうです。しかし、滑らかなバトンパスを行うにははいと言った後バトンを受け取る側の手がしっかり上がってから渡すことが重要とのことでした。バトンパスの練習法4選、最後の4つ目はスズランテープバトンパス。まずバトンを渡す側と受け取る側、それぞれの子供に2メートルのスズランテープを渡します。次にそのスズランテープを1人1本ズボンに尻尾のようにして挟んだ状態でバトンの受け渡しを行います。この時、互いにスピードに乗った状態で滑らかなバトンの受け渡しができないと、スズランテープが地面についてしまいます。上手にできたら、スズランテープがまっすぐということはスピードに乗っているんだねと声をかけてあげましょう。バトンを渡す側も受け取る側もスピードに乗ってバトンを受け渡すことが重要だと気づくことができます。また投稿者の先生は、これらの練習方法を一通り行った後、子どもたちに練習方法を選ばせるとのことでした。課題に応じた練習や段階を選ぶことを通して、子どもたちの考える力や判断する力を育てることにつながりそうです。今回は運動会のリレー練習で役立つバトンパスの練習法4選をご紹介しました。ぜひ運動会準備期間の体育の授業などに取り入れてみてください。本日の動画が役に立った、面白かったと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。